じゃあ早速なんだけど、ちょっとコメントいただきますので、よろしいですか。はい、じゃあカメラに向かってきまして、はい、じゃあそれではですね、先ほど中学生男子のレースを、中学生のレースを終えてですね、早速こちらにですね、来ていただきましたのは、N リーグのですね、今最新の、ポイントリーダーとなりました、BM レーシングの 宮崎清選手ですね。どうもお疲れ様でした。今日ずっと周回とか6周のレースではありましたけど、ずっと大きい集団のまま、そうってなってましたけど、最初の方からどんな感じの動きでしたか？ラバネロの住田君とか、宇田川君と、結構積極的に動くようなところもあって、で住田君が最初アタックして、それついていって、なんですけど、やっぱ集団になっちゃってっていうので、まあ、先頭の子維持してたんですけど、まあ、やっぱり後ろが詰まっちゃったりとかで、厳しかったですね、前に出るのが。そうですね、で結構集団のペースも割と早かったみたいで、途中のペースも 2分22秒というラップだったんだけれども、まあ、結構早い集団の中で、まあ、落ちていく、ね、子たちも多い中でなんとか、ね、くっついていくという形 で最後はそのまま集団でゴールスプリントという形になったんですけど、特に宇田川選手ね、今名前出てた宇田川選手とか、あとそれから先ほどまで、ポイントリーダーだった工藤選手ね、ベイスの工藤選手とかと、ポイントランキングで、ね、結構ポイント差が、ね、詰まってたから、やっぱりちょっと狙ってるところは狙ってましたね、うん、でどうでした最終最終で、最後スイートで宇田川君とか後ろをいたんで、そのまま自分が行こうと思って行ったんですけど、やっぱり前にいた、稲葉君とかが前に出ちゃってて、で結構スイートで後ろが詰まっちゃったんで、前に出るのが厳しかったんですけど、まあなんとかということで、最終的にゴールスプリントで、トップになったら今という名前の出た稲葉選手がね、優勝という形になって、宮崎君は、4番でしたが、N リーグのですね、こちら登録選手の中では2番手ということで、20ポイント獲得でちょうど100ポイントということで、またね、再びバトルマリンジャージを手に入れたことになりますけれども、この間の第1回渡らせクリテリウム以来ですよね、うん、で再びバトルマリンジャージを手に入れたわけですけれども、いかがですか？そうですね、まあ、欲しかっただけ、もう狙ってよかったです。狙いでよかった、はい、そしてこの後、またちょっとね、後になりますけれども、次はですね、ツールドカナワになるかな、レースになりますね、こちらの方は車が出せないんで、ちょっと難しい。あですね。でその後、あごめんなさい、大磯クリテリウムだ、はい。その前に大磯クリテリウムがあるんです。すみません。はい。あ、出ます？はい、出ます。じゃあ大磯クリテリウムに向けて、はい、じゃあぜひ一言コメントいただければと思います。はい、じゃあ次は守ります。ね、次はぜひ守ってバトルマリンジャージをね、また続けて切られるように頑張ってください。どうもお疲れ様でした。おめでとうございます。